はい、キャプテンコージでーす。どうもおはようございます。またね、ちょっとね、時間ができましたのでね、下の倉庫に降りてきました。ラジコンカーね、できるだけね、動画撮りたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。今現状ね、こんな感じで電動カーが2台ね、タミヤの TT01 と、タミヤの TA04 ね、電動カーが今クモの巣がついておりますね。もうね、しばらくこのまま放置しておりますので。そしてね、エンジンカーですね、今日ね、またね、タミヤ TGX のエンジンカーですけれども、昨日ね、エンジンかけましてね、無事にね、2ヶ月ぶりにね、何もしなくても燃料入れてすぐにエンジンがかかりました。そしてね、ちょっとね、アイドリングというかね、ちょっとね、アイドリングが低いのでね、エンジンがすぐ止まってしまいますので、アイドリング調整とブレーキ調整をしたいと思います。そしてですね、今ね、ブレーキがね、ニュートラルに戻すとね、アクセルを戻すとブレーキがかかるような状態になっておりますので、ちょっとね、ブレーキはね、緩めにしてみようかなと思いますね。まあ、どっちがいいかわからないんだけども、とりあえずね、アイドリングを調整して、で、ニュートラルの状態でブレーキが効かない状態にしたいので、ちょっと調整したいと思います。そんなに難しくないんですけどもね、実車でいうところのね、クリープ現象ですね。で、ちょっとね、バックに入れたらね、バックに入れたらブレーキがかかるような感じにしたいので、ニュートラルではやっぱりね、アイドリング状態でブレーキかけっぱなしだとね、ちょっとエンジンに負荷がかかりますのでね。はい、そんな感じでちょっとやってみます。説明するのもちょっともどかしいんですけども。そしてね、やっぱりね、ラジコンカーのね、動画を上げるとね、視聴回数が伸びますね。ありがとうございます。とりあえずそしたらエンジンかけましょうかね。ちょっと待っておいてください。はい、映ってますかね。はい、それではね、ちょっとエンジンかけてね、また調整したいと思います。うわ、汚いな。
はい、今ね、なんかね、プラグのね、ところからね、泡がね、出ておりますね。ちょっと待ってね、締め込みます。締め込みが足りないのか、泡が出ておりましたので、ちょっと。しっかり締まってますね。
はい、こんな感じで、ね、今調整できましたけれども、ちょっとねこの後走らせてみますけれどもね、ちょっと燃料切れておりますので燃料持ってきます。ちょっと待ってくださいね。燃料がね、結構ね、ドバドバとね、出ますね。リアからね。リアの排気口から出ます。そしてね、ちょっとね、エンジンがね、もう古いのでね、アイドリングをちょっと高めにしてエンジン始動ですね。そして、ニュートラルに戻したらね、アクセル戻したら、ブレーキが若干効くように、若干ですけどもね、効くようにします。特に問題はなさそうですけれども、これまたね、ここのね、アクセルのね、キャブレーターの取り付けのロッドがね、ちょっと弱いんでね、これがね、取れたらちょっとまずいんで、これ、なんとかしたいですね。取れたらね、暴走したらまずいので、一応接着剤でね、止めましたんですけどもね、また緩くなってきておりますので、ちょっとなんかしましょう。しっかり止まるようにね。はい、そんな感じで、まあスライドキャブレターもこれ確かね、スライドキャブレターもできると思いますね。この、サーボの位置をね逆にしてね、スライドキャブレターでもできるんで、ちょっとねいろいろ考えてやりますけれども、はい、それではね走行してみましょう。走らせてみましょう。それではね、ボディ持ってきますね。
これが E クラッシュのボディですね。はい、それでは走らせます。ちょっと太陽が出てきましたけれども、56。
はい、いかがでございましょうか。ちょっとこっちに持っていきますね、またね。あー、なかなか、はい、なかなかね、いい感じでね、仕上がっております。はい、アクセル戻したらね、若干ブレーキが効くぐらいがいいかなと思いますね。あんまりね、効きすぎてもあれだし、バックに入れるとね、エンジンがね、やっぱりね、止まってしまいますね。ちょっとサーボがグラグラしてますので、ちょっと後で点検しておきましょう。まあこんな感じでいいかなと思います。またブレーキがね、やっぱりね、アクセルを戻した時にブレーキが効くようにして、それきっかけでね、ターンコーナーリングのコーナーリングをする時にこのブレーキをちょっと効かせる、サイドブレーキみたいな感じですね。サイドブレーキみたいな感じで、リアがじゃないな、四輪ともやな、四輪ともブレーキが効くタイプですね。これね、ドラムがついてましてね、シャフトがつながってるんで、四輪ともブレーキが効きます。まあちょっとね、いろいろ試してみてね、今ちょうど走りやすいセッティングにできてますので、うん、これでいいかなと思います。なかなかね、狭い場所ですのでね、走らせにくいんですけどもね、もうちょっと広い場所に行ったらね、エンジンカーはね、中速から高速の吹き上がりで走った方がすごく面白いので、またね、近いうちに、広い、場所に行って走らせましょうかね。はい、それではちょっと時間過ぎてしまいましたので、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。なかなかね、チャンネル視聴者さんたくさん見てもらわれているようで、これからもね、どんどんラジコンカー上げていきたいと思います。ありがとうございました。仲間の皆様もありがとうございました。失礼します。今日はこんな感じで終わります。はい。